死んで数日。雅子殿、私です。お主は境家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で。なれど今は足立の墓に。来い。これから黄金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では
私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。和田家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。お酒が一滴も見つからないや。甲冑師を探すか。どんな鎧でも結構です。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。どうか不服なんです。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。
今のは。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。加減はせんぞ。お前を殺せば。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか！やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。
名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、ソラ。